あ、こんにちは、こんばんは。そしてさようなら。ゆっくりです。見学者。今回編集が遅れたのは、遅れたのは、まあ、後で話します。え？なんでテラリアの BGM なんかをかけてるかって？なんかね、ゆったりできるじゃない？私はそう思うよ。ところでゆっくりさん、こんなところありましたか？見学者。はい。大丈夫？なんでだよ、いきなり、その言葉は何ですか？ほら行くよ、シーカー。おい、来てよこのつんぼめ。なんか言った？いえ、何にも言ってないから、むしろ憎んでいた、じゃない、かっこいい。そう、かっこいいと。ほら、こっちおいで、シーカー。この名前は募集の時の名前を使ってます。名前の判断は、首輪の色でしたいと思います。編集してないから、だいぶ変わってますね。久しぶりに、これを見るんじゃないですか？ちゃったよ、スイカー。なんとかなるでしょうね、多分。ひどい、ひどすぎる。かーっと。あとゆっくりさん、前回のネザー編の時に、ピースフルにしたやつ、3個目が来てましたよ。なんだって？あれは、なんというかね、なんだかね。つまりね、あのね、だってね、だってさ。バカ野郎、お前。散らすな。お前、まあ、いくらではしてはいけないことをしたんだから、認めろよ。本当にね、あの時は、すみませんでした。あの時は。あれ？なんか違うぞ。なんで木のドアに。これは一体、犬の位置は変わっていない？そして何も荒らされてはなく、チェストどころか、椅子からはしごまで根こそぎ取られている。そして、寝室が閉ざされているぞ。何？穴ぼこだらけじゃないか。犯人は、ここから逃げるためには、あそこに半ブロックがあった。つまり、この事件には、共犯者がいるはず。ふ。君はこんなに簡単なトリックもわからないのですか？あなたは？お前は、まさか、君はわからないかね。これは、茶番ということを。え？いやだから、茶番だって。忘れたの？これは、茶番で視聴者を驚かそう。ダブルキル！ちょっと言い過ぎだよ、バカ。何も、殺さなくても。いいかい見学者、この世は、やる者が勝ち、やらない者は負ける、そういう。何を？まあ、というわけでですね、遅れたのは、あの、オープニングのものを作っていたんですよ。これから、その場所まで行きたいと思います。早速、駅が見えてきました。ここで止まったら、めっちゃカッコ悪いんですけど。ちょ、なんで落ちてんだよ、犬ってこんなに落ちてたっけ？お前だけは落ちるんじゃないぞ。うお、なんて速さだ。まあ、なんやかんやありましたけども、早速玄関に入りたいと思います。内装は、カーペットや、グロウストーン、草の飾りなど、様々にインテリアされております。地下は、湖の中を走るという、もう最高の、気分が味わえます。この制作には、かなりの時間を食いました。
こちらのレバーを押しますと、電気を消したり、灯したりできます。つけるときは、自動的にトロッコがドロップされ、すぐに走ることが可能になりました。こちらの線路はまだ未完成なので、次は国は完成させます。それにしても暗いな。そういえば、湧き潰し忘れたよな。1階部分は、客間となっております。ここでのんびりくつろぐことができます。誰も来ないけどね。別に来なくてもいいようだー、うわーん。そしてなぜか、ここに、カクカクシカジカの、あのやつがいます。まあなんとなく、雪を取りたいだけで設置しただけだから。雪がいっぱい。ですが、まだ、完全に、荷物を輸送したわけではありません。あれ？穴が開いてる。全壊するとこだったけどね。そして、建物の、周りには、モンスターが入れないように、壁を作って、ただいまから、第1回、緊急時々発表を開催します。今から、ちょっと、10代かは、わかんないけど、知らせたいことがあります。それは、僕はね、横田一等兵の弟です。はい、ただ、それだけを言いたかったんです。まあつまり、マイクラの動画は、すべて私、弟がやっています。横田一等兵の弟ということは、クロスファイアもやっているでしょうか？やってます。モムっていう、コールネームで、プレしています。時々、一般で、すなない人禁止、とか書いて、プレイしてます。まあよかったら来てね。横田一等兵の動画は、どう思いますか？どんまい。ですね。まあ、応援のコメントとかも来てたり、最近も、アップしたらしですね。あと最後にコメントは？チーズケーキ美味しい。建物の全体の感じを見てみましょう。この建物は
目標にもあった、城作りですね。つまり、目標を一つクリアしました。そして、次回は、目標の一つ、ネザーに建物を作るを、やっていきたいと思います。今回は、こんな感じ。この後は、コメント返しです。お楽しみに。はい、これから、コメント返しをしたいと思います。わらわら、ゆっくりさん、何か言ったら？調子に乗るな、見学者。この件については、申しません。二度としません。では次。ちょっと待てよ、まだ何か言うことあるだろ。わかったよ。本当に、申し訳ありませんでした。モッドとかは、今後は多分使わないと思います。はい、申し訳ありませんが、モッドは、多分もう入れません。すいません。こんな感じかな？次回も、多分コメント返しをすると思います。今回も、気長に待っていただきありがとう。